皆さん、こんにちは。YK スケです。本日2024年4月9日13時22分、先ほどの佳子様へのメッセージ、春の選抜高校野球についての、にということなんですけども、2月でしたっけ、3月だったような気がするんですけども、湖北病院の裏の駐車場にいたのが、実は佳子様というパターンですね。その前にも同じようなっていう話を先ほどのその動画でしたと思うんですけども、眞子さまとかが来ていた時にそういうことをしてませんでしたっけ。それはここある程度その2015年以降、まあその前後ぐらいでありましたっけ。まあ、2011年以降 SD カードを送ってから何か行動されている部分と未来からの時間軸からの聞こえてくる内容に合わせて2007年にも僕に会いに来たじゃないですか。まあ、もともと幼少期僕の家に遊びに来たりしましたけども、その車の件も、佳子様と眞子様で来てましたよね。ちょっと今思い出したので先に記録をつけておこうと思って、動画で、撮影しておきました。もう、まあ、何年前だとかどういうふうな状況だったかとか、そういうふうなところの、その詳しいところは全くわからないです。ただ同じような位置に車で来ていて、まあ、ただし僕は乗り込んでなかったとは思うんです。で、その言ってる内容とかが、だからまあ唐突すぎると、何のその前のその予定をお互いに組む、いつ来るかっていう通達がなかったら、こちらもあれなんであんなとこにいるんだろうにしかならないんですね。もう僕の感覚ってもうだいぶ前から、他の人間に関してもそうです。同じようなことを多くの人間は知るから、その後どっかで誰かと会って何かいろいろ話し合いとかでもしてるのかなと。まあ、場合によっては、それで、芸能人とかだったら、色業界側だったとか、そういうふうな判定になってたんじゃないんですか。まあ、声掛けしてくれた方はありがたいはありがたいんですけど、僕からしたら、好きだったらええわって言ってた人も、もうどこの誰か全くわからないんですよ。で、急にね、自分が歩いていて、好きだったらええわっていうことを大きな声で言われて、その車、普通は多分駐車場の中まで多分行かないと思います。なんか、わけわかんないこと言ってるわって、ちょっと、あんまり相手せん方がええかな、だと思うんですよ、普通はね。で、それで、まあ、駐車場の中、一応、まあ、確認しておくか、だったんですよ。最初は、その考え方だったんですね。あ、なんか、変な人、髪の毛の色だ、金髪だ。だけど、まあ、一応、見とこうかというようなところで、まあ、駐車場の中入っていって、着てる服装を見ると、何でも店の時の佳子様の服装であって、んですけども、顔がだいぶ違っていたので、あ、違うかと。その前に横通り過ぎていったのって誰ですかね。ハッタンダっていう昔神戸市立ホテルフルーツでフルーツラーパークで働いていたものなのか、ちょっとね、あの格好と、まあ髪型も、その、人を判別するときに大きな要素でもありますけども、どこの誰か全くわからないですね。ああいう、和服に近いような、ああいうふうな服装じゃない人間で、もっと昔の、女性が着ていたような着物と、
その袴の両方合わせたような服装の頃、まあ、明治時代の頃なんですかね、まあ、そういうふうな服装の人間とかも、まあ、父親の住んでる夢の住宅の近くで見かけたこととかもあるんですけども、もうそういった人間とかもどこの誰かもよくわからないですから、基本的にもう放っておく。昔からちょこちょこそういう風な姿を見かけるんですよ。まあ、とにもかくにも、一旦思い出したのは、その、眞子さまと佳子さまで来たことありましたよね。だから、眞子さまは今、30代ですよね。で、だから、運転免許証の取得は18歳からは、車の運転免許証取得できるから、可能性だけで見ると、だから、まあ、2011年以降、僕は SD カードを送り始めてから、そういうふうな行動で来ていた可能性がある。ただ、いつなのかは僕もはっきりとよくわからない。ということですね。以上です。